はい、どうも皆さんこんにちは。昨夜デトロイトビカムヒューマンをクリアしたクラベでございます。今週のゲームニュースをお届けしていきたいと思います。シリーズ最新作バトルフィールド5はプレイステーション4、Xbox One、そして PC 向けに10月19日にリリースされることが発表されました。舞台は第二次世界大戦になりますが、有名な戦闘のみを扱うわけではなく、今まで知られてこなかった戦場での今まで知られてこなかった物語に焦点が絞られていくようです。プレイヤーが最大4人のスクワットの一員となり、空挺兵として戦場に赴く新たなコープモードが実装され、さらにラウンド制の対戦モードもあり、こちらでは最後にサドンデスのようなものがありますが、今のところ本格的なバトルロイヤルモードは発表されていないです。2017年の名作サバイバルホラーゲームのバイオハザード7レジデントイービルが任天堂スイッチになんと登場しました。スイッチのハードパワーで動くかどうか心配でしたが、そこはですね、クラウドサービスという方法で解決しているようです。無料体験版では15分間プレイできますが、2000円税込みで180日分の利用券を購入することもでき、本編はもちろん全ての DLC を楽しむことができます。兵士でバイオハザード7のレビューも担当した渡辺名人はスイッチ版を試し、画質は低くなっているがフレームレートは安定していると報告しております。これまでにプレイステーション3でしかプレイできなかった龍が如く3、4、5はプレイステーション4向けに再発売されることになりました。一足先に発売する3は8月9日に登場し、パッケージ版、ダウンロード版ともに3990円、税別価格となっています。ちなみに龍が如くは最初の2作が極みシリーズとしてプレイステーション4向けにリメイクされていますが、今回発表された3、4、5は極みではなくリマスターのようですね。解像度が 720p から 1080p へ、フレームレートは 30fps から 60fps へ向上しているとのことです。僕は個人的にですね、沖縄観光を疑似体験できる3と、それからとにかくスケールがすごい5がおすすめです。任天堂はドックやジョイコングリップなどの付属品を省いて価格を 24,980 円と大幅に抑えた任天堂スイッチ2代目セットをマイ任天堂ストアで販売開始しました。2代目セットと歌っていますが、スイッチを携帯ゲーム機として使わない人向けのセットにも聞こえますね。とはいえ充電のための AC アダプターも付属されていませんので要注意となります。ちなみにこの2代目セットは今のところ国内限定のものとなっていますので、携帯ゲームが好まれる日本市場においてそこまでドックを使う機会がないプレイヤーも多いのが現状なのかもしれません。皆さんは普段スイッチはテレビモードでも遊びますか？それともやはり携帯モード中心でしょうか？ぜひコメント欄で教えてください。SIE ジャパンスタジオが手掛ける新たなプレイステーション VR 専用ゲーム、アストロボットレスキューミッションが発表されました。本作はザ・プレイルーム VR に収録されていたロボットレスキューというプラットフォーマー風のコンテンツを本格的なゲームに膨らませたタイトルです。本作には5つの惑星からなるバラエティ豊かな多数のステージが登場し、ボスも多数登場するようです。ロボットレスキューはよくできていたので、久しぶりのプレイステーション VR キラータイトルに期待したいです。はい、それでは来週の注目タイトルをご紹介します。5月31日は絵本スタイルの映像が素敵な嘘つき姫と盲目王子が Nintendo Switch、PlayStation 4、PlayStation Vita に登場します。そして同日には4つの人気作のキャラクターたちがクロスオーバーする格ゲー、ブレイブルークロスタッグバトルが Switch と PlayStation 4にやってきます。以上が本日のウィークリーフィックスでした。キングダムハーツ3のプレビュー動画もぜひご視聴ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。バイビー。